ぐーたらずです。今日はね、 YouTube らしい企画、まあ20セルシオを復活した時もね、登場してくれた師匠、俺の師匠なんですけど、師匠がね、時計を買ったんだって。でまあ電池がないから動かないっていう話で、自分でやってみるったらっていうことでね、ちょっとね、初めての電池交換、師匠にね、やってもらいましょう。その模様を見てください。ずーたいよ、とんねずーたい作業者を取るでもでかこれね、まず裏から取るんだけど、はい、ネジ式とネジ式じゃないやつこうあるんだけど、くるくるっと開けるやつと、はい、パチンってやるやつと、これパッチンでしょ、多分パッチン溝でハマってる感じですね。でここにほら、はい、これがあるでしょ。これですか。はい、なんか入りそうな箇所ありますね。うん、隙間ありますね。この箇所に、はい、あの爪を入れてあげて、爪を入れてあげて、そしてパコって取る。爪で取る。じゃあこれ、まずこっちセット、1個セット、こう動くから、そういう仕掛けですね。1個セット、あ、まあ、もう1個セットでしょ、はい、で、こっち側に爪、その隙間を入れるからと、こっちですね、うん、これでこう合わせていく。 で、お前分かった。いや、まだ動きます。あ、サクッと入った。来た、来た、うん、取っていいんですか。取っていいよ。取れた、うん、そしたらこれを押して、はい、キュッと押してで抜いてあげる。はい、あ、電池ってこれですか。そう。へえ。かわいいもん。ちっちゃちっちゃ、あげるとショックでしょ。ちっちゃこれのじゃないんですね。あの昔のあのゲームのあの後ろのあれじゃないなんだこれ。あげるとショックでしょ。そんなものですね。ソニーの電池が入ってる。じゃあその電池をね、はい、取る。手でいいんですか。ここにネジあるじゃん、はい、これ緩められる。これでいいんですか。そう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 。あ、緩みます。緩んだ。緩められる。こっち側にずれない。あ、これですか。こうやって揉んでもいいよ。ここですか。おお。あ、なんか浮いてきましたよ。あ、取れました。取れた。はい。ちっちゃ。型番。型番はどれ。SR6268 え？SR626SW ですか。SR626。ちっちゃ。本当にちっちゃ。腕時計ってこんなもんなんですね。じゃあちょっと行ってきます、うん、じゃあムーブメント、これのムーブメント。ではね、師匠が電池を買いに行ってる間にちょっとね、ムーブメントを見てみましょう。ムーブメントはね、ミオタ製だね。品番はちょっと分かんなかったな。でまあムーブメント小さいね、すごい小さい。周りがスペーサーで覆われてる感じですけど、まあ、文字盤が動くギミックっていうのかな、ああいうのはすごいなと思って。中にベアリングとか入ってるんでしょと思ってさ。でもまあミオタ製のねムーブメントらしい。まあ時計自体は多分しっかりしてるんでしょうね。
閉めるときは、はい、さっき、この、はい、あれを使って、この、これ閉めるでしょ、はい、サイズいいやつ見つけて、で、裏側もこれサイズいいやつ見つけて、あまり小さいとこにガラス割るから、はい、うん、あ、はい、うん、くるくる回してで、上はこれを閉めればいいんですね。そうそうそう、その上下はね、こっちがいいから。こっち側ですかね。こっちもいいと思うよ。こっちですか。こっちですか。そっちもいいな。こっちですか。ここですね。あ、こっちですね。そうそう、そして、そうそうそう、で、さっき向きあったじゃん。ありました。うん、その向きを。こうでした。そうそうそう。やるとこれ回っちゃうじゃん、はい、回るとずれるから、これこの黒いとこを押さえながらそうすると回らないから、あ、うん、ちょっとずつ締めていくと、はい、へえ、こうやって締めるんですか。ちょっと締めますね。よし、押さえて入ってるっぽいですね。時間を合わせてみます。これ普通に多分引っ張ってこれですよね。そう、そうですよ。あ、見えますかね。うん、振ると、振るとこっちか。難しい。あ、これだこれだこれだ。振ると回る。めっちゃぐるんぐるんですよ。ほら、めっちゃ回るじゃん。めっちゃ回るんですよ。すごい。どうした？今日具合悪かったですね。具合悪いですね。いや、いや、電池これ見た瞬間に嫌な予感したんですよ。ただネジ外してって言われて、ネジなんてないよと思ってそしたら、あ、なにこれのことみたいな。ネジなんてないよって思ったもんだと。そしたらなんかあのわっけわかんないこんな5枚より小さいのやつ出て、しかも落とすっていう。こっから落ちる結構あるよ。落ちる瞬間まで綺麗に見えましたからね。落とすんだ結構ある。結構ねびっくりしましたね。あの時計裏小さい小さいって言うんですけども、なんか開けるのは意外と道具あればパカッと開くんだなって思ったんですけど、デフとその後具合悪いですね。一番最後じゃん。なんですよ、一番最後に気になる。一番最後使ってる人初めて見れば。ほら、めっちゃめっちゃ回るんですよ、めっちゃ。めっちゃ回る。いいでしょ、なんか。派手だな。派手だし、めでふと。パンパンです、ちょっと。ここ。ここちょっとパンパンになっちゃう。嬉しいだろ。ちょっとパンパンです。面白い。合ってるね。合ってますね、動いてますね、バッチリ。ありがとうございます。時計も似合う。ありがとうございます。なんかこういうの好き、なんか時計と俺はなんか時計いいなと思っていろいろ探したんですよ。で、ジャンクとかそういうのを俺はあの買う度胸がないので、あ、いいのあったなと思ったらこれメーカー気に入って、でこれ買いました。ってことでね、やってもらいました師匠に初めての時計の電池交換。やっぱね、いろいろありました。まあ、取ってなかったんだよな。実はね、途中でね、ネジをね、落としたんです。あれ取っときゃ面白かったのにな。あれ取ってなかったら超失敗。あーとか言ってたからね。あれ面白かったな。まあ、そんなことより、この時計、アンコキーヌっていうらしいです。まあ、芸能人とかがね、よく、芸能人が作ったのかな。うん、で、まあ、文字盤がね、くるくる回ります。あんなに回るんだ。もう本当にね、
普通にくるくるじゃないぐらい回ります。もうねハンドスピナーぐらいぐるぐる回ってます。まあ中に多分ベアリングとか仕込んであってよく回るように作ってあるんでしょうね。意外とそのまあ時計自体のムーブメント自体、まあ、時計本体よりもそういった文字盤の作り込みっていうのはすごく気になりました。ちょっと開けてみたいなと思ったんだけどね師匠のだからさ、まあなかなか面白い時計でしたね。でまあね師匠に初めての電池交換やってもらいました。まあ師匠自体でかいからね、本当にでかいから、もうハルクですから、次のねマーベルの作品に出てきますからそんなような人ですからね。まあね繊細さのかけらもありません何でもパワーで解決しようとするね人ですからね。そういう人にねちょっとやってもらった結果、まあ結構ね難しかったらしいですけどね。これに懲りずにね時計まあいろいろ時計まあまた買ってねこうやって直して一つの趣味としてねやってもらいたいなと思います。まあ師匠のねもういつもお世話になってる師匠、まあ YouTuber でもありますからね、師匠のリンクもね貼っておきますのでね、そっちも見てみてください。ということでね本日はちょっと変わり種、ね、初めての電池交換やってもらいました。次回もね楽しみにしておいてください。本日もご視聴ありがとうございました。